あいにゃん、ミルキー、こんばんは。こんばんは。NMB48 が大好きなのですが、<ー>特に皆さんのダンスにいつも楽しませてもらっています。わお。私はアメリカでダンサーをやっていますが、えー、NMB48 の皆さんのフリーはとても素敵だと思います。うーん。 どの曲でも印象的な振り付けや場面があって、振り写しや練習も大変だと思いますが、そんなダンスについてのエピソードなどあれば教えてください。私もいつか NMB48 さんの振り付けができたらいいなと思います。えぇ、ー、すげえ振り付けができたらいいなすげえすげえそれはすごいよこれはズーさんすごいえ、っていうか、でもアメリカでダンサーしてはんねんな。うん。えぇ、ー、すっげすごいぜひ振り付けをしてください。 めっちゃイカついのになりそうな。うん。<laughs> すげえ。アメリカでいい、えー、そういえば、アイはダンスね。あのダンスでいい思い出てないねんけど。<laughs> よく泣いてましたけど。<laughs> でも最近泣いてない。うんうんよかった。え、それはコツをなんか掴んだってこといや、コツは自分では掴んだ気ではないねんけど、初期に比べたら覚えるのは早くなった。うま<ー>い下手関係なし覚えるの自体は早くなった。よかった。 その昔って覚えるのも遅かったからさ、うんうん、どんどん遅れていってたけど、今はとりあえず覚えれるようになったから、そっから形をみんなの真似して、みたいな。っていう、工程がちゃんとできるようになった。ほ,ね、<laughs> あのほっぺたグニグニするのやめて。<laughs> ミルキーはどうですかミルキーダンス得意やもんな。やってたしな。そう。なんか、ダンスすごい好きやし。うん。ミルキーなん、どういう系のダンスでもうまいよな。 そううん、めっちゃ形が綺麗やと思う。ほんまあの、a k b ホイ,テイトさんのう、うん,うん。うざうん。あれ、もう、あんな激しいダンス、よう覚えれたな、ほんまに。あんな人間が踊れんの、ほんま。すっげえなって思う前の、見てて、いつも。えへー。え、難しくないのあれ。へえーって。へえー。ーえ、なんか、ダンスってやっぱさ、一つ一つのステップの組み合わせとかだから、うん、やってればやってるほど、覚えるのも早くなると思うね、なんか。 だからなんやろ。うん、全部ステップをやったことあるから、うん、できないステップをなくしたらいいね。へー。って思うねんな。ステップ難しいよな。うん、わかれへん。<laughs> やっぱりでも好きじゃないと、ダンスとか好きじゃないと上達せえへんと思うな。などうやったら好きになれるでも、歌とかが好きやったらいいと思う。ダンスをうまくしやんなんて思わなくても、うん、なんか気持ちで踊るみたいな。気持ちを体で表現しやすい。<laughs> マジでそ、それで追いつくちゃんと。体が。そう。なんかき、そんなにさ、難しいのう上手くしようって思っても楽しくないやん。うんうんだから、楽しもう。楽しむこと優先で、うん、楽しもう。そっか、じゃあちょっと、それ参考に。だから、アイナは一人だけ全然違うことしててもいいから。 絶対若んやろ <laughs> いい。木田川景人の時に自分の好きなことしてていいよ。マジで、ソーラン節とか踊って。いいよ、いいよソーラン節やったらめっちゃ好き。おいや、でこれからああいうのソーラン節にしようや,や。ソーラン節はめっちゃ好きやねん、<え>小学校の時から。アイのさ、ソロ曲でソーラン節したら。<laughs> 一人で、どっこいしょー、どっこいしょーって。<laughs> ソーラン節いいのそれはめっちゃ喜んでやる。ほんまうん、進んでやる。でも深いよな、なんかダンスって。うん、深い。しかもなんかいろんな種類があるからさ。うーん。難しいわ、まだまだ。 まだまだ勉強がいい。まだ,まだね。これから勉強していきましょう。うん、ね。まあ、いつか、ズーさんに振り付けしていただけるように。はい。ね。そうや。ズーさんも頑張ってください。はい。アメリカで頑張ってください。メッセージありがとうございます。ありがとうございます。